ヤンバル川は、静岡県静岡市清水区を流れる二級河川である。ともえ川左岸で、最も下流に位置する支流である。清水区ヤンバルの源流域には、ヤンバル大滝、小燥の滝があり、また、約1キロメートル下流の山原貯水地には、ため池に合わせて遊歩道や公園が整備され、憩いの場となっている。中流域は、東名高速道路の下を通り、 北田橋付近からは、河川縦断勾配約1、150レゲーや高橋地区を南下する。下流域の約0 7トルは、共江川の水位の影響を受ける区間であり、左岸から車川が合流した後、清水警察署の東を通って、共江川に注ぐ。また、飯田障害学習交流館脇の案内板には、車川の代わりに、知って川の表記も見られる。 ヤンバル川の一置原川流域と、ほぼ重なる飯田地区は、昔から、水不足に悩まされ、水田への飲水でしばしば水争いが起こっていた。この対策として、大正5年に伊原川から取水し、ご坊堂道川を経由して、高橋、安坂地区を考えする、金谷用水が整備された。現在のご坊道川は、東名高速道路清水インターチェンジの建設もあり、一部の、 稼働は近代化されたが、その他の部分は、金谷用水の名残が見られる。また、大正6年には、山原貯水池が造成された。現在では、有効貯水量29,300立方メートル、堤長町89メートル、樹液面積21ヘクタールとなっている。宅地開発が進んだ近年、高橋2.3丁目。 飯田城上地区では大雨による浸水被害が顕著である。このため、特定都市河川浸水被害対策法の適用を受けた浸水対策事業として、2019年から2021年度に、かけ、道地区の流末水路にあたる、社川とヤンバル川の合流地点に、市内最大規模となる、高橋、雨水ポンプ場を建設中である。ヤンバル大滝ヤンバル貯水池ヤンバル川。 カルーシャ川中流、ありがとうございます。